はい、こんにちは。今日は東京学芸大学の、正式の、まあ、乗用に関する問題を紹介いたします。まず正式 P 角 X があって、それを X3 乗マイナス1で割ったら余りがこうですよと。で、同じ P 角 X をこの式で割ったら余りがこうですよっていう時の AB の値を求めなさいっていうんですが、まず割る方の式、これそれぞれ、まあ、因数分解が簡単にできるんでしておくと、これはもう X-1、X 乗プラス X プラス1と。で、こっちもまあ、3乗足す1で X プラス1があって、ここも 2X で括って X プラス1があるっていうふうにやってもいいですし、もう、マイナス1代入して0なの人も明らかなんで、割り算しちゃえばいいです。なんで、1、マイナス1、1、マイナス1、1、マイナス1で割り切れるんで、この式は因数分解すると、X プラス1、X 乗プラス X プラス1で、まあ同じのが出てきて、まあ嬉しい。で、そこで、問題文をそのまま式にすると、P カッコ X をこれで割った時の、まあじゃあ小を、まあじゃあ F カッコ X とでもしたら、余りがこれですよ。プラス AX 乗マイナス BX プラス1と。で、同じく、P カッコ X。もう一個の割り算は、これで割ったとき、すなわち、これで割ったときは、X プラス1、X 2乗プラス、X プラス。で、まあ、小を G カッコ X として、余りがこれですよと。マイナス 3AX 2乗プラス BX プラス9と。で、そこで、X に何かを代入してってときに、ここで1代入しても別に、こっち0になって嬉しいけども、全然こっちが1代入して0にならないんで、で、こっちはじゃあマイナス1入れれば0になるからって言って、P カッコ1とかやっても、P カッコマイナス1と別にイコールじゃないんで、イコールなら嬉しいですけど、なんで1やマイナス1は代入しても意味がない。じゃあそこで、まあ、これ、でんと引き算すればこれでくくれるっていうやり方もあるんですが、これ上から下ドンと引き算すれば左辺は0。で、ここの部分はこれでくくれる。x2 乗プラス x プラス1。で、残ったのはこれ。x マイナス1、f カッコ x。引く。x プラス1、g カッコ x。で、あと残りはこれの引き算なんで、プラス 4ax 2乗マイナス 2bx マイナス8と。がイコール0。じゃあこれを、まあ、じゃあ、こっちに移行者すると、4ax 事乗、移行だからマイナス、マイナス。で、プラス 2bx、プラス8が、これですよ。っていうんで、じゃあ、聞く。この式は、この掛け算になってるんで、これの倍数だね。ってことは、この式は、これで割り切れなければいけないっていうんで、割り算して割り切れるような AB を求めるっていう方法も、まあ、ありますが、私はそうはやらなかったんで、せっかくここに、こんなな、まあ、見慣れたいい形がある。じゃあ、これって、X2 乗プラス X プラス1イコール0になるような X っていうのは虚数ですよね。まあ、実際に解いてみれば、X イコール2分のマイナス1プラスマイナスルート3がいいかな。まあ、いわゆる1の3乗根ですね。1の3乗根。で、じゃあ、これイコール0になる解を、一つをオメガとでもしたならば、これの解をオメガとしたならば、もちろん、P カッコオメガは、今度は、こっちもこっちも、0になる。こっちは、ここはもちろん0。オメガ代入したら。で、じゃあ、A オメガの2乗、マイナス B オメガプラス1はこっちに入れてもオメガ入れたらやはりここが0なんでイコールマイナス 3A オメガの2乗プラス B オメガプラス9と。じゃあ移行して整理すると 4A オメガの2乗マイナス 2B オメガマイナス8イコール0で、ここでオメガはこれの解なんで、次数再加できると。オメガ2乗プラス、オメガプラス1が0なんで、オメガの2乗は、マイナスオメガはマイナス1ってことは、これで次数下げて、4A カッコマイナスオメガはマイナス1。マ
マイナス 2B オメガマイナス8イコール0と。じゃあオメガ実部と実部って書いてオメガでくくってあげるとオメガカッコマイナス 4A とマイナス 2B と実部はマイナス 4A マイナス8イコール0と。でまあオメガっていうのは実部もありますが、まあ、要するに P たす QI の格好ですが、結局、これかけるこれが0にならないと、0にならないんで、もうこの時点で、マイナス 4A マイナス 2B が0。で、マイナス 4A、この部分、マイナス 4A マイナス8イコール0と言って構わないと。これが0にならないと結局ここの虚数が0にならないんで、実部が入っていることはあまり気にしなくていい。で、そしたらここが0ならばこの実部の部分も0になるので、結局あとはこれも0にならなきゃいけないと。ということで、A は、マイナス2。で、A がマイナス2なんで、B は、8が落ちて4かな。4と。いうふうになりますと。じゃあ、以上です。ありがとうございました。